自分の未熟さに他ならないバチェラー4高校泥沼離婚競技報道後初のインスタ更新。婚活サバイバル番組バチェラージャパンシーズン4アマゾンプライでバチェラーを務めた実業家の高校高校37が5日までにインスタグラムのストーリーズを更新。泥沼離婚競技報道後の思いを綴った。 高校は4日配信のスマート FLAS バチェラーをきっかけに結婚したモデル秋倉良子32と泥沼離婚競技に入っていると報道。二人は以前から離婚説がささやかれていたが、報道によれば現在別居中で、夫婦関係悪化の原因は非公がでパパ活女子をあさっていたためだとも伝えられていた。 この日のストーリーズで気候は、有名になったことで身の回りには、悪意にあふれた噂や、一10を十、十を百のように吹聴されることも増えた。品位に欠ける憶測で書いた適当な報道や書き込み、生するすべての声や思いを日々ただただ受け止めるしかない。ことの本当の真偽よりも、これを機にザマあミロと内心北添えんでる人がいる、原文ママ。 いかどう況について説明。その上で、けどこれらの原因はきっと自分であり、自分の未熟さに他ならない。誰かのせいではなく自分の人生で結果の一つだと真摯に受け止めています。とも明かした。さらに、周囲の声や噂に振り回されることなく自分の心で感じたことを自分の言葉にして、伝えてくれる仲間や友人、 どんな時も支えてくれる家族ないほどの数の温かいメッセージや知った激励を送ってくれたフォロワーの皆様本当にありがとうございます心から救われました僕は成人君主でもなければそれどころか人として未熟でならないこんなにも無様でもダメな人間だとしても真実が何であろうとも世間の評価が変わっても それでもそばにいてくれる人や寄り添ってくれるその言葉に心から感謝しているし。大切にしたいと周囲の人々への感謝を知るし、人だから正しい時も、間違う時もある。心が強い時も、弱い時もある。自分が大好きな日も、大嫌いになる日もある。けど、明日も自分のために、支えてくれる人のために、頑張って生きていこうじゃないか。 と前向きに締めくくっていた。